さんどうも、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。はい、前回の続きです。今回やるのは、この腹黒パンダの登場です。使用は、ティア4チェーンで行いたいと思います。やっと来たか。おい、パンダ。お前ペンギンに仕事を押し付けたそうだな。あの動画を全部見せてもらったぞ。なぜここに来た理由なのかわかるか？そうよ、なので今日という今日は、たっぷり働いてもらうよ。うわ、何この生意気で金のことしか考えてなさそうなクスガキ。また大きやがれ、釣れ豚が。あんたに言われたくないよ。そっか、なるほどな。ではパンダ、お前を叩き込む必要だな。20キルで借りを返してやるからね。僕を見るな。抵抗ペンギン。パンダがロボクラフトに入ったらどうなるのか。その2。では早速、パンダさんに働かせよう。ああ、サボった分が大量残ってるからな。ミドルを占領するんだね。なんか変わった BGM だな。ああ、この BGM は、6年前の使われていたね。懐かしいね。まだ敵が来てないな。占領ゲットか。さて、パンダさんはどう動くのか。あ、味方がやられる。おい、助けろ。助けられなかった。おい、こっち撃たれてるぜ。どうやら本気で敵たじゃない。仕事をサボってよくスマホでやってられるんだな。おい、なんか上手くない？え、突っ込むの？これほどのブロックがあるから20キルが集められるな。死にはしないさ。マリサ、こういうのどう？パンダさんに20キルを集めるまでに返せないようにするのはどう？なるほどな、それは明暗だな。大量書類の代わりにレベルと武器の強化の目標だからな。あとリーグもな。確かに上手いなこいつ。そうでしょ、ゲームが好きだからね。これは勝ったかも。ああ、余裕でいけそうだな。2キルって、少ないね。確かに今パンダはやる気が出したことを褒めてやる。ダイナッシュス！勝っただからといってまだそんなもんじゃないぜ。さあ、続きやるぞ。そんな…そうよ、残ってる18機を倒せないといけないんだから。次はエリミネーションでやっていくぞ。ああ、本気が出るんだね。パンダらしいな。さあさあならばどれほど良かったでしょう。上野で愛される夢を見る。忘れたものを取りに帰るように古びた思い出の誇りをアパン。あの日の餌代さえ、あの日の給料さえ、その全てを愛してたあなたと共に。てかなんだその歌は。パンダさんの新曲かな。のんきに言ってる場合か。ふざけてんな。どうやら全く反省してないなお前。ということで、パンダさんにアンコール。え、もしかしてまだ何かしなくちゃいけないの？もうやだよ、働くのは。ない。いいか、この大量の仕事が終わるまで帰れると思うなよ。
ってないと上司に言いつけちゃうよ。そんなそしてよし、これで勘弁してやるぞ。霊夢、パンダはどれぐらい揃ったんだ？バトル統計のまとめを見ると、こんな感じ。ほう、これほどのスコアだとは、お前やればできるじゃないか。感心したぜ。じゃあ最後に一言言わせてもらうぞ。二度とペンギンに仕事を押し付けないようにな。はい、というわけで、パンダさんは働いて2時間で20キルしました。あというの忘れましたが、ティア4チェーンがレベル10が達成しました。次回は、シャチさんの番ですね。もしよかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。ではまた。またな。企業家。